結成したばっかりじゃばっかりなんですよね。そうですね、今年の今年ですよね、春春ですね、4月とかですね。そうですね、もう結成してすぐライブ1本はい入って、でそのままお互い忙しくて、そうですね、で昨日やっと新曲が生み出したんですよね。昨日ですかね、今聞き逃してそうですね、本当に昨日なんですよ。昨日ですからね、昨日なんですよ、昨日 で今日皆さんに披露したいなと思うんですけど、はい、はい、曲の意味とかありますか。そうですね、僕たちそうですね、台湾とこう日本の音楽の架け橋というか、はい、そうですね、国境を通じてこう音楽で、はい、皆さんにやっていけたらなっていうコンセプトなんですけども、はい、まあ、僕たち組んでから初めての新曲なんで、そうですね、そういう僕たちを知ってもらえたらいいなっていう感じの、そうですね、曲ですね。すいません、ちょっと真面目な話しちゃったんですけど、はい、そうですね、そうですね、でもこの曲はもう私にとってもすごく、はい、勇気いりますね。まあ昨日の今日ですからねそうですね、あと曲のジャンルもだいぶ違いますよね、はい、そうですね、ちょっとパワフルな感じで、はい、でも意外とハマるかもしれないです自分で言っちゃいますそれいやでも自分が好きになっちゃいそうです。あ、好きになってくださいそこそうですよね、はいはい、自分の曲なんで、はい、はい、そうですね、ちょっと皆さんにも元気を届けられたらいいなっていう意味を込めて、ね、はい、思いを込めて作った曲ですよね、はい、はい、曲のタイトルがストライド、ストライドですね、はい、ストライドで、はい、どうぞ聴いてください、はい、こちらが会場にうろうろしてますので、もし見かけたらぜひ声をかけてください。台湾のプチプレゼントがあるかもしれないので、ぜひ見つけに来てください。
ボーガイとチーンでした。ありがとうございます。ブッチーさんありがとうございました。トップバッターにふさわしい美しい歌声、そして演奏でございました。大きな拍手をお寄せくださいませ。